るいはこう会社作るところに参加する。失敗したってクビになるだけで、借金が残るわけでも何でもないんだから、やっぱりそういう形でこうアップサイドを目指していくっていうか、リスクを取る人が、リスクを取らない人たちから、こうと、まあ、利益の移転を受けるっていうような、そういう仕組みになってるんだなっていうようなことが改めて分かってですね、やっぱりこう、堀江さん的なライフスタイルっていうか、まあ、どんどん、まあ、会社作っていくんだっていう、それが一番いい、こう、稼ぎ方だよ。まあ、言ってみれば、こう、まあ、広い意味ではね、運用とか投資であるかもしれないっていうことが、この年になって、癌にまでなってから分かって、まあ、あんまり活かしようがないんだけれども、まあ、息子、娘の世代には伝えていこうと思ってます。いや、有酸階級になりたいですけど、でもやっぱ失敗のリスク怖いんですよね。面白いね。みんなそうだと思いますよ。いや、だからなんでみんなそうなのかが理解できないんだよね。ただやっぱり今失敗しても、昔と違って転職できるじゃないですか。リスタートができるし、こう借金とかなんかこう余計なものがこうなければ、もう一回やればいいだけだから、から多分そのこう、いっぱい借金して不動産投資しちゃって、で、サラリーマンでも大家さんとかって言ってる、あれが危なくて、人的資本って言いますけど、まあ、自分を使っていくっていう、投資していくっていうのが、どうもいいんだろうなって。やっぱりこうなんか、リスクを取る側に なって、リスクを取ってこうと、なんかリスク取りたくない人たちから、利益を吸い上げる仕組みっていうのが、こう資本であり、そこに参加するのが株式だからさ。まあそういうものをこう上手に使っていくのがいいんだろうなと、うん、まあ堀江さんを見習うといいんですけどよろしくお願いします。でもさ、なかなかやんないですよね。面白いことにこれだけね言ってる割には意外と本当にいないですね。リスクと面白いことがやりたいとか言いながら、うん、面白いことが何も思いつかなかったりするのが結構現実だったりするから、面白いことを思いつかないんではない理論なんですよ、僕。面白いことは思いついてんですけど、ちょっと大それたことすぎて、自分にはできないと思って、言うことすらしないんですよね。そういうことをこう自己規制してるうちに、面白いことを考える能力自体が縮小するじゃないですか。うん、だから、あっという間に50代ですよ。俺もう50歳だと思って。これだけわーってこういろんなことやってても50歳だ、俺ちょっとやっぱ人生無駄にしてるわって思ってますからね。それでも焦った方がいいですよ。もっと23歳でしょ。23ですよ。絶対焦った方がいいですよ。はい、ということでこれ最後になるんですけれども、これがん投資、それらの情報の集め方も山崎さんは似ているというふうにおっしゃっています。実質的には小さいデータなんだけれども、小さいデータで判断しよう、あるいは小さいデータに影響されるっていうことが投資でもガンでもすごくあるんですよ。投資でもなんかこう送り人とかって言ってこう稼いでる人の話聞いて、これ真似するとうまくいくんじゃないか、でもそれはこうある短い期間ある人が、まあ統計でいうサンプルの N イコール1ですよね、成功しただけの話だし、でこうやっぱりがんの場合でも、じゃあその自分のこう余命っていうか予想を正確にこう導き出したいと思った時に、やっぱりある程度こう客観的なエビデンスがあって、例えば標準治療これぐらいだと、だいたい5年生存率が 30% とか、やっぱりそういうデータをこう持ってきて判断しなきゃいけないんだけれども、結構まあ、一つには書籍とかなんかでも、こう、情報が溢れてますよね。こんな風にやったら治った。ステージ4の癌が消えてピンピンしてますみたいな。なんかそれが結構楽そうな方法だったり、なんか温泉使って、30種類の食べ物を食べてたら治りましたみたいな話だったりするから、でもそれってこう心が動くわけですよね。じゃあでも、自分が専門家じゃないんだから、誰をどう使うかっていうことを考えると、まあ、ファイナンシャルプランナーの使い方みたいなことに少し似てくるんだけれども、
自分と直接の利害がない、自分にこう、こう、なんか商売をしてくれる人とか、そういう直接の利害のない専門家で、で、複数の専門家の意見を聞く。で、まあ、やっぱり一人の専門家だと偏ってたり間違ってたりすることがあるから、まあ、そういう、情報源をセレクトしないと、結構、情報型で押しつぶされそうになるっていうか、情報のこう選択の方法っていうのは、かなり意識的に考えなきゃいけないな。人を信じちゃいけない。特に投資の世界では信じちゃいけない。金融マンなんか信じちゃいけないし、山崎さんの言うことも信じちゃいけないとは言うんだけれども、最終的には何かを信じる。でもそれは確率の高いものを信じた方がいいから、例えば複数の専門家をある程度セレクトしておいて、その中でこう情報をこう、ろ過するっていうか判断していくっていうか、そういうふうにしないと、がんってもたくさんの人ががんになるから、こうなんか情報にこう負けちゃいそうになるっていうかな。それはでも投資も結構そうなんですよね。だからまあ日経平均はこれからどうなると思いますかとか言われたら、まあ商売だから、こうでこうでこうなって FRB がこうしたらこうなると思いますよみたいなことは言うけど、それって商売だから言ってるし、その話の中に面白いことがあればいいなと思って言ってるけど、予測としては何の意味もないですもんね。だから私の言うことを信じないでくださいっていう、それに近い。神谷さん、そろそろお時間なんですけど、はい、今日いかがですか？いや、がん保険は解約しますか？がん保険、ちょっと、まずお母さんがやってると思うので、母に、ちょっと、はい、今すぐ解約して、お父さんも解約して、おばあちゃんも解約してって言っときます。はい、あと、健康診断も行こうと思います。健康診断ね、健康診断行きましょうね。堀さん、最後にいかがですか、ね、頑張ってください。ありがとうございます。僕も何かいい情報があったら、言います。うん、信頼できる人のツールの中にいつでも、はい、まあ、そのためにね、予防医療普及協会とかもやってるんで、お医者さんのネットワークだけはかなりあるんですよ。これ大事ですよ。すごい助けられてますもん、その医者の情報に、うん、僕3年ぐらい前にサイヘルニアっつって、まあ、腸がへそから出てくるっていう状況になったんですけど、それ予言されてましたからね、医者から。ちょっと出べそ気味になってたんで、これ腸出てるかもしんないよって CT の画像見せてって言われて、でその専門医に見てもらったら、これは腸の中腹腔内からその脂肪がね出てきてますよと。でも CT 見たら一発で分かって、これは手術した方がいいですねって言われて、でも痛くないから手術しないですよね。でもこれある日突然腸が出てくることがあると、お腹になんか圧力かかったと出るかもしれないって言ったら、本当にスノーボードしてた時に出ちゃって、ポンってポンって、もちろん皮膚があるんで腸がそのままビヨーンって出るわけじゃないですよ。ゾンビみたいに腸が皮膚の下に出てくるんですよ。じゃあモコモコモコってなっちゃう。で戻るんですよ。で戻りきれなくて、こうなんかキュッてしまっちゃうんですよ。この腸がこうやってキュッてしまって、その嵌頓状態っていうのを言うんですけど、そうなったらもう激痛なんですよ。でこれほっとくと腸が死んで、で腸の中身が腹膜内に出て腹膜炎になるんですよ。そうすると命に関わる、ええ、でも僕聞いてたんで、これはもしかしてあれかもと思って、スノーボードやってたんで服こうパーッと脱いでたら真っ黒になってて、あ、これは言われてたあれだと思って、即救急車で病院に行って、そしたら先生が、ああ、CT 撮りますねって言われて、CT 撮ったらそうなってたんで、でもまだ死んでないんで、大丈夫ですって言われて、ポンって入れてもらって、はい、1、2、3、ポンって元に戻しされました。そしたら痛みがすぐなくなって、でもこれってまた出てくるんですよね、そうですねって言われて、手術してきますかって言われてしました。でもそうやって医者にそうやって聞いてるんで、これ大事ですよ。医者に聞いてると、そういうこう致命傷になってしまうような病気にならずに済む。だから僕ワクチンとかもめっちゃ打ってますもん。
病院行ったら、まあね、あの予防の点滴とかやってるところで、堀さん、インフルエンザ打ちました？え、まだ打ってないです。でも今年早いみたいなんで、打っときますか？つって、もその場で打ってもらって。はい。大事です。山崎さん、あの、準レギュラーとして、本日いかがだったでしょうか？あ、そうですね。やっぱりあの、こう、いい番組だなと思ったんで、から、あの、こう、司会を、あの心から応援したいと思うんで、なんかこうあの背中に背後霊みたいにこういて、でもし心が折れたら代わりになるぞぐらいのつもりであのいるような、あの背中にいると思ってください。でもこれであの死んじゃったらなんか冗談で済まなくなるから、まあなるべくね、あの死なないように長く粘って、あの番組を眺めていきたいなと思いますね。ちょっと近々一回この席変わっていただいて、ちょっとやりたいなっていうふうにも思ったぐらいなんですけれども、ありがとうございます。山崎さん、今後あのプロフィールにぜひあの堀江ワン準レギュラーっていうのをですねあの入れていただいて、ちょっとね、がん保険の話とかしてるんで地上波テレビとかの出演機会減るかもしれませんけれども引き続き、堀江ワンをよろしくお願いいたします。山崎さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。